じゃあ。いや、楽しいね。楽しい、はい。はい。楽。楽しいはですね、最近ですね、ちょっと前に、レバンガ北海道のファン感謝祭をオンラインでやったんですよね。おお。で、その時に、僕、金髪にするって言って、うん、でも結局、金髪できなくて、銀髪、シルバーにしたんですよね、頭を。そっちの方がすごい。それが結構楽しかったというか、うん、まあ、新鮮で、おお。楽しかったですね。初？そういう色変えるの。初です、初です。なんか、なんていうんですか、軽い茶髪みたいなのはありますけど、そういうのはしたことなかったですね。銀髪とか一回じゃあ抜いて、いや、違うんですよ。ワックスでやったんですよ。あ、そうなの？だからもうこの年になって、いや、金髪したいんですけど、うん、この年になってね、金髪とかちょっと、そんなキャラでもないし。まあ、キャラはね、そうだけど。どうかなと思って、でもなんかその、まあ、レバンガの企画で、龍馬が金髪じゃないですか。うんうんうん、で、なんかそんな話になった時に、龍馬さん金髪したことあるんですかっていうのになって、うん、いや、ないけど、一回はしてみたいんだよねって話から、それを、まあ、見てたファンの人たちからも、で、金髪一回やってくださいよっていう話が上がってて、うん、で、まあ、僕、来てくれてる美容師さんが、ワックスでできるよって、いう話になって、じゃあ、どうやってみますかね、その、オンラインの、ファン感の時に、っていう話になって、で、いざ当日ちょっとやってたら、まあ、金髪のワックスがちょっと手に入らなくて、シルバーのワックスしかなくて、シルバー。そう。でも、シルバーなんて、なんか白髪、もう全白髪みたいになって、見た感じ。で、僕的には、なんかその、キッカー工事みたいな感じで気に入ってたんですけど、キッカー工事。でもなんか、まあ、評判はそう、まあ、いろいろあったんですけど、うん、まあでも、ちょっといつもと違った自分で、楽しかったですね。僕も若い時やったんだけど、俺やった時はもう、単発の金髪やってましたよね。そう、ルーキーの時ね。ボスの伸びた感じで、金髪。でも、なんかすぐ怒られて、小野さんに怒られて、染め直したけど。怒られたんですか？そう、うん。その時はトヨタがちょっと強くなりつつある時期。はい。俺が入る前は準優勝で終わって。はい。多分想像的と思うけど、ちょっとそういうのは考えろみたいな感じで言われて。しかも、トヨタの練習の初日にそれで行ったから。はい、あ、そうなんですか。一発目、坊主で金髪かなんか。オリモさんもでも金髪やってましたよね。オリモさんはずっと金髪だったよ。金髪の前髪ツンツンで、ね、そう、ピアスを開けて。あれは言われなかったんですか？それは言われなかったね。そういうとこですよね、やっぱね。よくないですよね。甘やかされて育ってたんで、やっぱね。で、なんか大事な試合とかの前に絶対金髪だった。なんか、金髪にして優勝しますみたいなこと、そうなんか言ったんですよね。そう、ファイナルの試合のアップの時に爪が折れて、はい、やべえやべえってテンパって、はい、優勝決まる試合の最初の3ポイントシュートのファールの3ショットの時に、はい、3本全部落とすっていうフリーズの、そんな時もあって、あれ爪のせいというか爪のあれがあったんですね。そう爪で結構動揺したっぽいよ、その時は。やっぱ爪うるさいっすもんね、織野さんね。そうね、やっぱシュートなんか、ね、ちょっとかけたとか。はい、まあ、両太関係ないもんな、シュート。いや、関係ないですもん。バンバン切りますから、僕。懐かしい。はい。そうですね。はい。じゃあ次、いきます。話長くなるな。